釜だから、うん、気をつけて。だから、うん、自分と勘違いされるようなうなちゃんマンと勘違いされるようなサムネも使用しないでください。勘ぐられちゃうから本当に。危ねえからな、本当に。谷村新司とか、ああいうのもダメね、系統が。系統がダメ。まあ、つるっぱげ全部ダメ。つるっぱげのサムネはやめた方がいい、まずは。うん。いや、本当に怒ってたんだから。うん。かわいそうだなと思って。そいつアンチコメント打ってなかったんだよ、だって。普通にコメント書いてて、機嫌悪くなっちゃって、なんか他のアンチコメントが出てきちゃって。そしたら、俺のサムネ勝手に使いやがってよ、とか言ってさ。何言ってんのかな。ちゃんまんまだ店やってないよ、あれ。うん。店開かないよね。もう店、引き払う金もないんだよ、引き払う金も。うん。本当に。部長のサムネは大丈夫でしょう。いや、ダメだよ。敏感だよ。なんだ？何これ？これを探せって言うの？俺に。これを俺に探せっていうの？ほーん。今日夜外、あれだな、バイク配信でちょっと決まったやること。ってことは、9月の9日っていつ？最近だよな、9月の9日って。10日前ぐらい？10日前か、ちょうど。一瞬10日間書いてないんだな。人探しします。人探し、事件です。事件、人探し配信する。うん、ですね、失踪している高校1年生かな、高校1年生。うん、ですね、令和元年9月の9日の22時から、翌日の9月の10日6時までの間に失踪していると。で、9日の夕食は家で食べていて、22時に寝て、6時に起こしに行った時は物気の殻だった。心配しないで、探さないでください。家出しますと書き置きがありましたと。んで、LINE、この女性の方の LINE も消えてるらしいです。高校1年生でしょ？この女の子ね。なんだよ、LINE いらないよ。この女の子が失踪してるらしいです。はい。守屋美久さん。うん。守屋美久さんって方で、
で、未成年者誘拐、未成年者誘拐罪は刑法224条。ほー。未成年の方、これね、未成年の方なんだけど、未成年の方は、親の承諾がない限り、保護観察者の親ね、親の承諾がない限り、いくら未成年が承諾したとしても、保護監督権が侵害されている以上、未成年誘拐罪は成立するんだって。未成年誘拐罪、刑法224条は、もちろん未成年者本人の身体の自由が保護法益ですが、それだけにとどまらず、保護監督者の監督権も保護法益となります。つまり、保護監督者の承諾がない限り、いくら未成年が承諾したとしても、保護監督権が侵害されている以上、未成年誘拐罪は成立すると考えられるので、はい。なので、親が許可していない以上、家出した人間をかくまったりとかしている人間も、これは罪になるらしいです。誘拐罪になるらしい。うん、親が承諾していない以上。ああ。そう。なので、って言ったってこれ探すってだって家にいるだろう。人ん家に。人ん家にいるよな、こんなの。ね、心配しないで探さないでください。家出しますと書き置きがあるでしょ、うん、誰かんちいるよな、友達んちとかさ。思うけど。だって、家にいて飯を食べて、家で飯を食べて、22時に寝て、6時に起こしに行ったら、もう22時から6時の間にいなかったわけでしょ？まず、彼氏ん家とかさ、友達ん家にいるだろう。それを外回って探すって無理だろ、これ。いや、八王子だからないと思うよ。八王子で、その、駆け落ちはないと思うよ。あのね、そもそもね、このね、東京都でも、23区の方の子と、男性とか女性ね、と、こっち側の子って違うよ。垢抜けてないんだよ、こっち側の子は。垢抜けてないから、多分駆け落ちとかはないと思うけどな。俺、友達んちの可能性が高いと思うけどな。普通に、外回ったところでいないだろうな。探さないでくださいのメッセージが、まあね、探すよね。まあでも家で、まあ未成年者がね、親と一緒に嫌だなぁと思う時もあるだろうな、それは。あるだろう。俺のことを探さないでくれよ、本当によ。ちいちゃんいらっしゃい。ちょっと無理があるよな。これを探すのはまあ面白そうだけどさ。もう一度名前はですね、森谷美久さん。森は守るに、屋根の矢。で、ミクは、未来ですね。なも。昼間ならさ、じゃ昼間ならわかるよ。昼間なら。メッセージがあるなら心配してほしくないからかな。そうじゃない？親に心配してもらいたくないから。つうか、まあ、捜索願いとか出される可能性もあるから、心配しないでくれ。もうちょっと書けばいいのね。うん。
家出します。友達ん家にいるので心配しないでください。いや、ダメだな。どちら捜索願いだな。まあ、未成年だからな。未成年だからね、なんつったってな。親の監督下にあるからな。難しいよね。なんかそういう未成年の子たちがさ、なんか家出とかしたくなったらさ、そういう寺みたいなのあるやんよんな。俺も家嫌な時あったもんな。なんか行方不明とかになったらね、事件に巻き込まれたんじゃないかと考えるからな。心配するのは無理だね。まあ、ちょっとね、厳しいかな。見つかんないですよ。そうそう、戸塚ヨットスクール、みたいなさ、難しいね。これはもう探せないよ、探せない。現実的、時間帯的にパッと見たけど、まあ友達ん家だろ。突然昼間にいなくなったとかだったら、もしかしたら誘拐かもしれないとかあるかもしれないけど、夜の10時で親が監督しているような家にいる時間帯に10時にこっそり本人が出るしかないもんね。うん。誘拐されたと考えるより、こっそり出るとしか考えられないでしょ。自分自身の文字で書いて、探さないでくださいと書いたしかありえないじゃん、こんなの。いやでも親に説得してほしい。まあ計画的というか、まあ本人がね、出たいと思ったから出たんだろうから。まあちょっと無茶があるんですね、それは。そうか。でも引っ越しシーズンになってきたら、なんか配信者が結構さ、それも揃ってさ、引っ越してない？引っ越しをしようと考え、サメちゃんが引っ越したりとか、あとは、ふわっちだったら、さきちゃんが引っ越しする予定だったりとか、あとは、パルパルが家なくしたりとか、ね。で、よっさんが、なんかなっけ、よっさんが、今日、なっけ、ポンチュ、誰だっけ、近藤組長がよっさん家に向かおうかみたいなこと言ってたから、宇都宮の心霊配信行ったりとか。で、朝日奈がこのままの調子で行きたいからって言って、うなちゃんまんに頼ったりとか。気持ち悪いね。ゼロワン行って、ゼロワンに振られたってなって、それから寂しいから佐野さんに構ってもらいたいみたいなさ、気持ち悪いね、こいつ。パルパル面白いよ。月3000円じゃないよ、ナッキー。3000円じゃないでしょ。2万3000円でしょ。2万3000円、事故物件。サメ島んちの近くとか、ああいう場所だと相場が5万とか6万ぐらいでしょ？ 5万、6万ぐらい。多分こう、八王子と変わらないと思うのよ。で、事故物件だから2万3000円でしょ？うん。確か。事故物件俺住みたくねえな。別になんとも思わないけどさ。トシいらっしゃい。んで、中ちゃんっていう人が、よっさんを助けに行くっていう枠を開いてるな。もうすごいね、もうね。こじきブーム？なんかこのさ、なんか必死感が伝わってくるね、みんなね。誰かに便乗して、あれ？香川？トシいらっしゃい。香川みたいなやつが多いんだな。便乗に。ララ、ドルミー、キムチいらっしゃいね。多いね。そう考えると。多いよ。もう便乗って言ったら香川だからね、大体ね。
片輪に群がってる。まあ群がってる、片輪には誰も相手しないでしょ、片輪を。すごい